二股毛カビシズジャイツは、毛カビ木に属するカビ。様々なキノコに発生し、胞子脳柄が繰り返しに差分子する。本属の特徴は直立した、胞子脳柄が複数回にわたってに差分子を行い、それぞれの枝の先端に、多数の胞子を含む柱軸を持つ、胞子脳を形成すること、時間合成で、毛カビ型の接合胞子脳を作ること、である。以下、やや詳しく示す。 本属には単一の種 S メガーカルプスエレンブ1832のみが知られており、以下はこの種に基づいて記す。通常の培地で培養が可能であり、ジャガイモ諸島寒天培地上で23摂氏25度で培養した際の成長は2から3日でペトリザラの縁に達するほどに早い。コロニーは綿毛状になり多くの気中菌種を出し、炭鉱褐色を呈する。 なお、成長は、摂氏32度まで認められる。無性生殖は多方子の方子脳による。培養化における方子脳方子の形成は3日目以降に生じる。方子脳柄は、長さ5センチメートルまでになる。その径は30から55マイクロメートルで、角壁を有し、無色透明。表面は滑らか。ただし少なくともその基部に近い部分では、 縦筋があったり凹凸があったりしている。放子能柄は2差に繰り返して分子している。その分子は最大で6回。後に青みを帯びた色に変わる。胞子脳ははじめ黄色で後に明るい灰色から暗い灰色に変わり、肉眼でも認められる。胞子脳は休憩からやや不規則な休憩をしており、その径は50から150マイクロメートル。 柱軸は休憩から不規則な休憩で、計30から200マイクロメートル。胞子の胞子は、休憩から不規則な休憩、あるいは乱憩で、長さ5から35マイクロメートル。表面には、粒状の突起が並び透明から、淡かし色となっている。有性生殖は、接合胞子の形成による。自家は合成であり、単一の株でもよく接合胞子を形成する。 分化した、接合胞指脳柄を持ち、接合胞指柄は、栄養禁止から出て立ち上がり、二差分指し、その枝の間で、接合胞指を生じる。接合指脳は向かい合う形で接合し、いわゆる、毛壁型である。接合法指脳指示柄は、同型で丸く膨らむ。接合法指脳は当初は透明で、後に成熟すると赤褐色か暗褐色に変化し、その形は、 球形から亜球形で、大きさは160から230マイクロメートル、190から270マイクロメートルほど、表面は粒状突起に覆われ、その外壁は飛行して、厚さ5マイクロメートルほどになる。時として、接合によらずに形成される単ため接合法指のが、作られる。本種は生きたキノコの個実体上に出現するものであり、従って、近寄生菌とされる。 ただし、蒸気のように、純粋培養が可能であり、しかもごく標準的な培地で、よく生育する。したがって、条件的寄生菌と呼ばれるものに相当する。いわゆる菌寄生菌はその栄養の方によって、バイオトルフィックとネクロトルフィックという二つの型が認められ、前者は、宿主の生きた細胞から栄養を求め、その多くは、宿主の範囲が限定される。後者は殺傷ともいい。 宿主細胞を殺した後に栄養を吸収し、この方のものは宿主の対象が幅広いことが多い。本種は後者に当たると考えられる。ちなみに、宇田川法科では、近畿生とも書いておらず、腐った肉質のキノコ上に見られる、とある。本種の規制対象の範囲に関しては、例えば北、アメリカ、イリノイ州での報告では11カにわたる23種が挙げられている。 内容としては、原竹目が大部分であるが、ラ菌類が2種含まれ、さらに多孔菌が1種、さらに死亡菌のアミガサタケ属の1種までが含まれ、宿主の選択性が低いことがわかる。韓国からは野生のキノコでの報告として、松茸を含む5種類が、本菌に寄生を受けていることが報告されている。北半球に広く分布するもので、ヨーロッパと南北、アメリカ、 それに、東アジアから知られる。日本でも広く見られる。キノコに寄生する結果微目の菌としては、本属の他に竹ハイカビスピナレス、リクラノホラドラノーフェラなどが挙げられる。前者は、胞子のお柄が全く分子せずに伸びて、まるでキノコの傘が、針山のようになるもので、後者は、大型の胞子脳をつける枝と、それとは別に細かく分子した枝に、小胞子脳をつけるもので、 キノコの表面が綿毛に覆われたような姿になる。なお、この二ともに低温を好む菌で、摂氏20度以下で出現するものである。形態の上からは、胞子能柄が多数分子を出す例には、射軸毛カビや口のムッカーがあるが、この場合、長端に大きな胞子能をつけ、その側使が枝分かれするものであり、また繰り返しに差分子することもない。 胞子脳柄がラガニサ分子を繰り返すのは、リコトモクラディウムジカタマクラジウムなどの例もあるが、枝の先端に胞子脳をつけるわけではない。枝毛カビタンニジウムやサムノスチルムタンロステイラムなどにも、小胞子脳がニサ分子した枝につく例があるが、これらは大型の胞子脳とは異なり、その壁が壊れて、胞子散布をすることは少ない。かつて毛カビ目に含めた、 枝カビピトーシファリスは先端に向けて二差分子を繰り返す枝を作るが、この場合、枝先につくのが多数の分節方子脳である。スポロディニエラスポラディネラは方子脳柄の先端近くで三型に分子が出て、その先端に大きい方子脳をつける点で似ているが、方子脳の直下に不実の棘を持つ。またこの菌は昆虫から出現する。ちなみにこの菌の学名は、 本属の異名である、スポラディニアに基づく。古典的な分類体系では、本属は大型で、柱軸がある、方子のうのみを作る点から、ケカビカムコレシーとし、あるいは条件的規制金であることからリクラノホラ、などとまとめて、リクラノホラかジクレノフラシーとすることなどが行われてきたが、そのような、主として形態に基づく体系は、 分子系統の情報などから大きく見直されている。ホフマンへ通る。では、本属は、クモノスカビ属リゾープスと同一のクレードに含まれ、これを、クモノスカビカリゾーペダーチーとするとの判断となっている。このクレードの中には、さらに3つのクレードがあるが、本属が含まれるクレードには最も普通に見られる。クモノスカビである、アールストロノファーと、それに、 常実のスポロディニエラが含まれる。これらは共通の性質として、比較的高温耐性があること、他生物への規制的傾向があることなどが挙げられている。本種は、近寄性菌であり、キノコを宿主とする。この宿主には食用などに利用される種がいくつも含まれている。常実のイノイ州での調査では、原竹属アガリクスの作り竹エヴァエスパウルス、原竹エカンペストリス、 カワリハラタケエーサブリューフィシェンズ、それに、シータケレンティニューズイドズ、レイシガヌデルマルシダムが含まれている。また、韓国ではマツタケトライコロママツタケに本種が寄生する、ことも報告されている。ただしこれらいずれに関しても、本種の出現率が高くないためか、重要な脅威とは見なされていない模様である。菌類の性に関する、研究史の上では、本属の唯一の種である。 M メガロカルプスは重要な役割を果たしてきた。本菌は菌類において性に関して初めて報告されたもので、また自家不和合成ヘテロタリックに対する形で、自家和合成ホモタリックという概念が適用された最初の菌であり、接合方式、キシゴスポルという語が当てられたのも本種が最初であった。コバクススーンドバーグ以下、種として、 カイトール、コバクススーンドバーグ、ハットコバクススーンドバーグ以下、方指能に関しては、コバクススーンドバーグ、宇田川ほか、p 三百七宇田川ほか、p 三百七宇田川ほか、p 三百七以下、カイトール、宇田川ほか、p 三百七ハットコバクススーンドバーグ、ハットカイトール、キシチャエトール、p 七十三カイトール、宇田川ほか、p 三百七ハット、 キシチャエトール、アレクサポリスエトール、ホフマンエトール、P72、カエトール、カエトール、イカ、イドニュラム。ありがとうございます。